どうもロッシングルです。ヨミへの旅路、トレックトゥヨミ、続きをやっていきましょう。この謎のお社から出て上川村の村人を蹂躙したあの賊ども、奴らを叩きってやる。残らず。みんな殺しちまわねえんだ。定為様は。うわっ！せい！て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 い！こい！うん！てい！へい！来てみろ！せい！あ、それ！あ、それ！こい！うい！あ、それ！あ、それ！ほい！へい！あ、それ！あ、それ！痛い。体力3も削られちった。痛いよ。さてさて、どこへ向かう？お、これなんだ。あ、手裏剣か。集い場じゃ。集い場じゃ。森光殿や、他の者が生きておるならあそこにおるはずじゃ。マジか。マジでござるか。八兵衛、行くぞ。ファイトファイト。なんで見とこう？おっと、やっと現れおったか。長巻きだ。やばいぞ。弓矢も持ってる。うわー、捕まってる。森光殿。え、うおー、武士の情けすらないだと。己が大将か。己が、もしくはただの手下に過ぎぬか。貴様、我が君の名のもとに命を殺めることは誉れ高きこと。さだため、あ、お前のことは、こいつはあいつじゃないんだな。全身入れ墨だらけの先生の仇ではないということか。なぜあがく、お前はもう何人も救うことはできぬ。なんだと。己をここで討ち取れば案ずることはない。案ずることはない。くわっ、くわっ、くわっ、どい、どい。なに、くわっ、痛い。うわっ、どい、どいや、どわっ、どわっ、どや、なん、あ、痛い。ふぅ、恋するには少々遅すぎたな。来い、どい、どや、ちょ、ちょ、ちょ、うわっ、こう、このステージやばいぞ。こい、トゥエトゥエディエ、来たまえ、トゥエフェイ、あっそれ、トゥエ、あっトゥエ、あっ痛い、痛い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 、ボッコボコ。とりあえずこれあれだね、序盤の最難関イベントだね。ほいトゥイトゥア、ドア、はいはい、ほいドア、こい、お前はわざわざなって、あ、やばい、うう、うう、うわ、行け、10連撃、ふう、あぶねえ。己のような輩には情け無用。とどめを刺しまいな。とどめを刺すことよりも案ずべき大事があろう。何のことだ。何が言いたいのじゃ。お前がこうしておるうちに、え、我が君はすでにお前の村に入っておる。お前がしたものども、マジか、やべえ、はめられた。上川村はおとりであったか。父上は黄泉への途に疲れました。ああ、過去の映像だ。村は愛子様、導くものを求めています。愛子殿がなるべきです。愛子殿は強く、村人も敬っております。天涯孤独となってしまいましたが、皆のために、精神誠意
ヒロキ支えてやれよ。ここで支えてやらなきゃ男じゃないぞ。先生にお誓いしたように、私があなた様をお守りするとお誓い申し上げます。めっちゃラブラブやん。守っていただくよりもただそばに。いい話だな。先生のためにもそれが一番いいよね。私の願いで。ヒロキ走れ。かしこまりました。うーわー、やられた。くっそー、嘘だろ。ああ、こんな。江戸のマッドマックスじゃん。アイコを探す。日誌が更新。多くの失意の日々を過ごしてきたが、これほどひどい日はなかった。上川村ははかりだった。血にまみれたおとりだったのだ。我が家、我が愛子、拙者が大切なものを追うがために守られもせず一人残された。森光殿の同志たち、拙者に従ったがために命を落としたのだ。里は炎に包まれ、人殺しが割烹している。だが愛子は拙者と同じく何をすべきか心得ておる。無事であることを信じよう。マジでござるか。許されぬぞ。うわわわわ、みんな逃げるでござる。侍どこ行った。アイコ、アイコ殿を見たのおらぬか。すーげーカメラワーク、すげー迫力。なになになに、あ、なんかある。新たな習得物を発見。刀匠、刀匠の金槌。火をまとって生まれた家具槌はその激しさゆえに母イザナミを読み送りとしてしまう。あ、読みの神話に、ま、あれだね、あつらえてるわけだね。人火事の神である家具土を称える。家具土への敬意を書いて、ひとたび怒らせてしまったならば我らを滅ぼしてしまうだろう。愛子殿、あ、愛、愛子、ん、あい、これ、おう、すごっ。そう遠くまではいけない。マジ、おわ、人も生かしておいてはいけん。分かっておるな。マジか、貴様ら。うやーい、うだいだうえ、うえ、やだ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 こい、うえ、いた強ー。早く回復したい。痛いよ。あとなんか拾いもんない。拾いも欲しい。手裏剣バンバン投げよう。忘れてた、手裏剣の存在。仲間を助ける。まずはそっからでしょう。それをできずして侍であるはずもない。村ってかやっぱ城だよね。完全に滅ぼされておる。許さぬ。行くぞ。うわぁ、ちょっと焼け落ちる。離れろ。ひで、道場はもぬけの殻だ。マジか。侍は皆上川村へ向かった。マジでござるか。測った通り奴らが戻ったならば、こっちかな。帰り七には静かに動きなし。かないの。奴ら承知いたした。承知いたした。そなたは誠に無事か。そなたは誠に無事か。足は見つかりません。されどあなた様もお隠れになった方が。こいつらはただの賊ではございませぬ。分かっておる。拙者は前へ進まねばな。はめられた。何があろうとも。何があろうとも。さて、棒手裏剣はここにあるけど取れない。あいつらを一旦滅ぼすか。そこ入ってなんかあるかな。こっちが正規ルートか。あ、それドゥエドゥエドゥダブ肩ドゥアドゥダブドゥアダブやだ。うえ、あた、痛い、痛かったぞ。こんな回路、なんかあるでござるか。お、収集物、鳩の彫り物。かつて人である王神天皇かなとして生まれた武運の神八幡神、八幡神か。
鳩はその象徴であり、また使いとも言われておる。武士は皆八幡神の技と忍耐を体現するため努めねばならぬ。三十郎、三十郎先生、ああ先生か、八幡を尊敬していた拙者もまた。この奥あるのか。じゃあセーブしていくよ。いきます。こい、ふい、あ、それそれ、さあこい、ふい、あ、それ10連撃一番最強じゃん。ふい、あ、それ、ういえ、余裕うんぬ、余裕うんぬでござる。あれ、これは一旦戻るか。ごめんなさい、ちょっといろいろ寄り道したいです。手裏剣も取りに行こう、ついでに。とりあえずここで棒手裏剣取って、わあ、あああああ、あ、そういう感じ、やれたのか。わざわざこっち通ってきちゃった。おっと、なんかあるか、なんかあるか、取れるもあるね、光ってる。シャキン、棒手裏剣、うん、しけているでござる。まあ入るか。じゃあこっちは、はい、前転切り、前方と B と Y、 はい、ん、え、わかんねえわからぬぞ。ドゥエイ、押し通る、あ、つながった、そういうことね。あ、すご、ほい、前転切りか、後転もできるぞ、こりゃ強い。ほい、月よりも強いかもしれんな。これでいきましょう。ウェイ、うわー、抜けた、ドゥヤッ、ドゥヤッ、いった、こい、ふえ、えだないよ、なんでだ、止めろ、ちゃんと止めろ、うえ、うえ、いったー、痛かった。何もない、ないね、行きましょう、こい、うん、あー、いった、うえ、ドゥイ、ドゥイ、いったー、いって、よし、ない。いろんな技あるけど使いこなせてないね、まるで。前転切りとかいろいろ試してみよう。な、なに、マジか、ワッパみたいにわめこい、あちゃ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 、うわぁ、あ、ちょっと助けてくれ、あ、ゾンクか、雨が落ちてきて足を砕かれた、慈悲も与えぬ非道の輩が、ほう、面白い、今それを買うのか、買うのか、僕に、わしはただ言いつけ通りにしただけだ。では身を切るたびに涙を流しておったのか頼む、五章だ、そんなもんあるわけないよね。あ、間違えた、やるしかないよね。あれ、殺せない、そっか、しょうがない、放置します。戻ってきやがれ、戻るか、バカ、百軒先からの暗図を射止める、お主の頭など造作なきこと、マジで怖っ、うわっ、危ねえ、早行け侍、お主の誇りなど何の役にも立たぬ、ドゥエイ、うわっ、当たらんだと来ました、弓矢、選択、え、飛び道具、どうやんだ、あ、弓矢手に入れれば撃てるってことか、こう、あ、今弓矢、うわー、弓矢だ、ひょい、やったね、やってみようか、ほい、余裕、いや、なくなっちゃったかもしれん、なくなってしまったかもしれん。馬もですかい、犬猫でも生かしておくなという、やべやべやべ、奥にいるな、もったいねえな。さあ、奴らが話していますが、今回はこの辺で一旦終わっておきましょう。我が村が襲われている、そうですか、絶対絶対に許さん、首必ず取ってやる。というわけで、面白いと思った方は評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。次回もお楽しみに。
アリベデルチ。